Cicito koto sereno minaniu te. Amin. Sui Iis Christo nomi gumi kami no ai sereno majiwaringa minasang totomoni. Mata anata totomoni. Minasang seinaru saigi okuna omae ni watasitachi no tsumi o mitome yurushi o negaimasyou. Zen no no kami to, kyo dai shimai no minasang ni kokuaku shimasu. Watashi wa omoi, kotoba, okonai, okotari niyotte tabi tabi tsumi o okashimashita. Seibu Maria, subete no tenshi to seijin, soshite kyo dai shimai no minasan, tsumi bukai watashi no tameni, kami ni inotte kudasai. Zen no no kami, tsukushimi fukai chichi ga, watashi tachi no tsumi o yurushi, eiyen no inochi ni michibite kudasai masu youni. Amen. Inorimasio. Senaru Chichiyo, anata wa Sei Antonio ga sabaku no kodoku no naka de anata ni tsukaeru yo erabarimashita. Seijin no toritsugi yo motomeru watashi tachi ga, shibun o shite subete o koete anata wo ai surukoto ga dekiru yo megumi yo o atai kudasai. Seire niyoru ichi no uchi ni anata to tomoni kami de ari. ゆいよとこしえに息を収められる御子、私たちの主、イエス・キリストによって。アーメン。サムエル記。その日、ダビデはサウルに言った。あの男のことで誰も気を落としてはなりません。しもべが行ってあのペリシテ人と戦いましょう。サウルはダビデに答えた。お前が出てあのペリシテ人と戦うことなどできはしまい。お前は少年だし、向こうは少年の時から戦士だ。ダビデはさらに言った。獅子の手、熊の手から私を守ってくださった主は、あのペリシテ人の手からも私を守ってくださるに違いありません。サウルはダビデに言った。行くがよい。主がお前と共におられるように。自分の杖を手に取ると、川岸から滑らかな石を5つ選び、身につけていた羊飼いの陶石袋に入れ、石投げ紐を手にして、あのペリシテ人に向かっていった。ペリシテ人は、盾持ちを先に立て、ダビデに近づいてきた。彼は見渡し、ダビデを認め、ダビデが血色の良い、姿の美しい少年だったので、侮った。このペリシテ人はダビデに言った。私は犬か、杖を持って向かってくるのか。そして自分の神々によってダビデを呪い、さらにダビデにこう言った。さあ来い、お前の肉を空の鳥や野の獣にくれてやろう。だがダビデもこのペリシテ人に言った。お前は剣や槍や投げ槍で私に向かってくるが、私はお前が挑戦したイスラエルの戦列の神、万軍の主の名によってお前に立ち向かう。今日、主はお前を私の手に引き渡される。私はお前を打ち、お前の首をはね、今日、ペリシテ軍の屍を空の鳥と地の獣に与えよう。全地はイスラエルに神がいますことを認めるだろう。主は救いを賜るのに、
剣や槍を必要とはされないことを、ここに集まったすべての者は知るだろう。この戦いは主のものだ。主はお前たちを我々の手に渡される。ペリシテ人は身構え、ダビデに近づいてきた。ダビデも急ぎ、ペリシテ人に立ち向かうため、戦いの場に走った。ダビデは袋に手を入れて小石を取り出すと、石投げ紐を使って飛ばし、ペリシテ人の額を打った。石はペリシテ人の額に食い込み、彼はうつ伏せに倒れた。ダビデは石投げ紐と石一つで、このペリシテ人に勝ち、彼を撃ち殺した。ダビデの手には剣もなかった。ダビデは走り寄って、そのペリシテ人の上にまたがると、ペリシテ人の剣を取り、鞘から引き抜いてとどめを刺し、首を切り落とした。ペリシテ軍は自分たちの勇士が殺されたのを見て逃げ出した。神の御言葉。私の救い身を避ける岩、私の神、私の盾、私の櫓、救いの力。神は私を救われる、その慈しみをたとえ私を支える岩、私を救われる神に栄光と賛美。神よ、諸国の民の中にあなたをたたえ、私はあなたの名を喜び歌う。神は私を救われる、その慈しみをたたえよう。ハレルヤ、ハレルヤ。イエスは神の国の福音を告げ知らせ、民の病を癒された。アレルヤ、ハレルヤ。主は皆さんと共に、またあなたと共に。マルコによる福音、主に栄光。その時イエスはまた街道にお入りになった。そこに片手の泣いた人がいた。人々はイエスを歌いようと思って安息日にこの人の病気を癒されるかどうか注目していた。イエスは手の泣いた人に、真ん中に立ちなさいと言われた。そして人々にこう言われた。安息日に律法で許されているのは善を行うことか悪を行うことか命を救うことか殺すことか。彼らは黙っていた。そこでイエスは怒って人々を見回し、彼らの堅苦なな心を悲しみながら、その人に、手を伸ばしなさい、と言われた。伸ばすと、手は
元通りになった。ファリサイ派の人々は出て行き、早速ヘロデ派の人々と一緒に、どのようにしてイエスを殺そうかと相談し始めた。主の御言葉。今日は1月17日、聖アントニオ修道院長の祝日で、この聖人取り付きによって私たちの教会の宝物、修道会、その生活をいろんな人、忠実にいているように、このミサを捧げますよ。この聖アントニオ、修道生活の父として、好きなように学びますよ。アーメン。神よ、あなたは万物の作り主。ここに備えるパンはあなたからいただいたもの。大地の恵み、ロールの実り、私たちの命の糧となるものです。神よ、あなたは万物の作り主。神よ、あなたは万物の作り主。ここに備えるブドウ酒はあなたからいただいたもの。大地の恵み、ロードの実り、私たちの救いの杯となるものです。神よ、あなたは万物の作り主。皆さん共に捧げるこの生贄を、全能の父である神が受け入れてくださるよう祈りますよ。神の栄光と賛美のため、また私たちと全教会のために、あなたの手を通してお捧げする生贄を神が受け入れてくださいますように。慈しみ深い神よ、聖アントニオを記念して捧げるこの供え物を受け入れてください。私たちが地上の富にとらわれることなく、唯一の宝であるあなたの愛に生きることができるように、私たちの主イエス・キリストによって、アーメン。主は皆さんと共に、またあなたと共に、心込めて神を仰ぎ、賛美と感謝を捧げますよう、
それは尊い大切な務めです。聖なる父、全能、聖人を通して示されたあなたの豊かな恵みをたたえ、感謝の祈りを捧げます。聖アントニオは、福音の勧めに従い、新しい天と地を待ち望みながら、すべてに超えて神の国とその義を求め、信仰の力強い証を立てました。あなたの偉大な技を称えるすべての天使聖人と共に、私たちも賛美の歌を捧げます。誠に聖なる神、すべての聖聖の源である父よ。今、聖霊を注ぎ、この供え物としてください。私たちのために、主イエス・キリストの御体と御血になりますように。主イエスは進んで受難に向かう前に、パンを取り、感謝を捧げ、裂いて、弟子に与えて、仰せになりました。皆、これを取って食べなさい。これはあなた方のために渡される私の体である。食事の後に同じように杯を取り、感謝を捧げ弟子に与えて仰せになりました。皆これを受けて飲みなさい。これは私の血の杯、あなた方と多くの人のために流されて、罪の許しとなる新しい永遠の契約の地位である。これを私の記念として行いなさい。信仰の神秘、主よ、あなたの死を告げ知らせ、かつを褒めたたえます。再び来られる時まで。聖なる父よ、私たちは今、主イエスの死と復活の記念を行い、見舞いにあなたに奉仕できることを感謝し、命のパンと救いの杯を捧げます。キリストの御体と御血に共に預かる私たちが、聖霊によって一つに結ばれますように。世界に広がるあなたの清会を思い起こす。キヨコ・フランシスコ、私たちの死期をトマサ・アクイナス・マイナ・マギオとウサスキを、パウロ・サカイ・トシヒロ、すべての奉仕者と共に、あなたの民を誠の愛に満たしてください。また、復活の希望を持って眠りについた、私たちの兄弟、姉妹と、あなたの慈しみのうちに、亡くなったすべての人を心に留め、あなたの光の中に受け入れてください。今ここに集う私たちを憐れみ、神の母乙女マリアと聖ヨセフ、人とすべての時代の聖人と共に、永遠の命に預からせてください。御子イエス・キリストを通してあなたを褒めたたえることができますように。キリストによって、キリストと共に、キリストのうちに、聖霊の交わりの中に全能の神父であるあなたに、
すべての生まれと栄光は永遠に至るまで。アメン。主の死を守り、御言葉に従い、慎んで主の祈りを唱えましょう。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通り、地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。慈しみ深い父よ、すべての悪から私たちを救い、世界に平和をお与えください。あなたの憐れみに支えられて、罪から解放され、すべての困難に打ち勝つことができますように。私たちの希望を救い主イエスキリストが来られるのを待ち望んでいます。国と力と栄光は永遠にあなたのもの。主イエスキリスト、あなたは人に仰せになりました。私は平和を残す。私の平和をあなた方に与える。主よ、私たちの罪ではなく、教会の信仰を顧み、お言葉の通り、教会に平和と一致をお与えください。あなたは誠の命、すべてを導かれる神、唯よとこしえに。アーメン。主の平和がいつも皆さんと共に、またあなたと共に、互いに平和の挨拶を交わしましょう。主の平和。世の罪を取り除く神の子羊。神の子羊の食卓に招かれた人は幸い。主よ、私はあなたをお迎えするにふさわしいものではありません。お言葉をいただくだけで救われます。祈りますよ。全能の神よ、あなたは聖アントニオに闇の力に打ち勝つ恵みをお与えになりました。
遺跡によって強められた私たちが、悪のいざないをいつも退けることができますように。私たちの主イエス・キリストによって、アミン。皆さんにとりとり、このミサに共に祈ってくださって、心よりありがとうございます。主は皆さんと共に、またあなたと共に、全能の神、父と子と聖霊の祝福が、皆さんの上に豊かにありますように。アーメン。感謝の詐欺を終わります。行きましょう。主の今のうちに。神に感謝。から生まれた歌があります。幸せ運べるように。この歌は震災の年に被害の大きかった三倉小学校で当時音楽を教えていた臼井先生が作り、子どもたちが歌い続けてきました。地震にも負けない。